さて、えーねまあ、今日もですね CS のトークウェブ、なんと98回が、えー、終わろうとしているわけなんですけど、もうすぐ100回ですね。えー、もう100回の時はですは、ね、なんかちょっとこう特別なことをやりたいなと思ってますので、えー、ぜひお楽しみに、まあ、詳しい企画はです、ね、次回またご紹介したいと思いますが、えー、新しい年ということで,です、ね、もう僕も、ね、新しいチャレンジをしたいなと思ってうずうずしてたんですけど、えー、この間です、ねえー、始めました、新しいチャレンジ、えー、非常に目標にしてたんですけど、YouTube ライブ。 これを始めたんですよ、えー、今までですね僕ら c s ト o y s の方ではです、ねあのー、USTREAM を使った、えーまあねあのー、デモの紹介とかいうのをずっとやってて5年以上いやもう6年近くもやってきてますねで、えー、残念ながら利用者ユーザーポリシーとかがいろいろ変わってきてちょっと私たちのニーズに合わなくなったんでちょっと、ねえー、USTREAM は置いといて、えーもう 完全にですね、YouTube ライブで今年からやるということで、えー、チャレンジしたんですよ。でもう全くシステムもちょっと違うんで、あのいろいろ戸惑ったこともいっぱいあったし、まあまだ始めたばかりなんですけどね。この間第1回をでやりまして、まあ、なんとかできたなと思ってちょっと安心をしておったんです。 YouTube ライブにするメリットっていうのはいろいろあるんですけどこれはねあのもしこれからその放送番組放送とかね、えー、自分でその何ていうかなライブストリームやってみたいとかっていう人がああの関心あったらこれユーストリームもそうですよユーストリームでもいいんですけどユ、えーチューブライブに関してはねまだあまり知られてないかもしれないんでちょっとご紹介しておきたいと思いますからもし皆さんがユーチューブのアカウントねあのー、お持ちでしたら、えー、今のじょ今の条件だとあのー、何 よほどその何悪いことっていうか違法なねアップロードとかそういうことをやってない限りはクリーンな状態のアカウントをお持ちの場合はえほとんどの方が YouTube ライブをできるはずです。前はね始めたばかりでなんかその購読者が1000人以上なきゃいけないとかね100人以上なきゃいけないとかそういうのがあったんですけどもう今はそのね制約もあのあの取り払われてますのでえ誰でもえね あの放送ができまますすよという条件になっておりますやっぱり YouTube っていうのは見るだけの楽しみじゃなくて発信する方方のの、ね、の楽しみの世界の方が実是非常にねおすすめしたいなと思いますけど非常にね僕も使ってみて映像がきれいあまあもちろんその、ね、あのどういうプログラムを使うかにもよると思うんですけど非常に私たちが使っている環境ではですね、えー、非常に映像がきれいだしあの、えー、扱いやすいなというのが印象でございます。 で、えー、ただね、いろんな、今回僕、使って初めてね、いろいろこの、あなるほど、こういうこと起こっちゃうんだねっていうのを勉強しましたですね。で、何かっていうと、えーまあ、僕たちのそのねシあの CS トイズのです、ね、オペレーションっていうのは、もう世界中にそのおもちゃを送るわけですよね。アメねあの北米から南米、ね、ヨーロッパね、ねアジア含めて。そうするとね みんながみんな買ってうちの,あの番組を見てるわけじゃないんですよね。でユーストリームだと、まあ、結構な人の人たちが見てくれてたんですけど YouTube ライブにするとねまあ YouTube はみんな見れるんですよほとんどの人が見れますまあ某国は <laughs> 某国は、えー、ちょっとカットして YouTube は除外してるところもありますけどねえー、ドイツのお客さんがね YouTube ライブが見れませんと連絡が来たんですよ。 でえ、どういうこととかって思ってで YouTube は見れるんだそうですでも YouTube ライブだとダメなんですよはいどういうことですかとて調べたらねなんとウィキペディアにもそのことが書いてありましたなぜドイツでねあの YouTube ライブっていうはできないのかあの、まあ、詳しくはそちらの本で見ていただきたいと思うんですけど、あのー、基本的には著作権の関係だそうですね であの私もちょっとよく詳しくは全部調べてないんですけど、えー、いわゆるその音楽配信をする方まあ特に YouTube ライブっていうのはその性質が強いんですよ音楽配信もともと音楽をあのコンサートとかを配信するのに使われてるシステムだったんで、まあ、現在は様子が変わってきてますよいろんなその個々のレベルで個人のレベルで使えるようになってきてるんですけどえー なんかこの音楽配信を前提にしているんでそのでライブで流したときに著作権の関係の,あの解釈がドイツの法律ではアウトらしいんですよ。でどうもその、まあ、Google、まあ、本社 YouTube とかをの、まあ、所有してるのは Google ですから Google さんがその、ね、もちろん掛け合っていろいろ調整はやろうとしてるんですけどどうも時間切れで今止まってるみたいなんです。うん ということで、えー、ドイツのお住まいのですねお客さんたちには、残念ながら、うちの YouTube ライブ見れなくなっちゃってるんですよ。で、結構たくさんお客さん来てるんで、僕たち知り合いもいるんですよね。で、チャットに来れないんで、よかったなと。ちょっと今悩んでるところなんです。ただ、どうしようもないですよね。向こうでカットされてるんで。 ライブだけだから、まあ、現在、お客さんの方には、ねまあ、あ YouTube のビデオ、ねまあ、ライブだけじゃなくてライブで収録したものはもちろんビデオとしてアップしてますんで、えー、ライブが終われば見れるんです。ただね、やっぱりね、その,ゆそのライブそのチャットのねライ,ブ放送ライブ放送、生放送の醍醐味っていうのはねやっぱりその,その場にいるその画面に映ってる人とチャットで文字でねコミュニケーションが通ると。 それができそのその場っていうかその場の雰囲気っていうのがごっそりね削われちゃうっていうのは痛いなととちょっと思っ思ておりま,すまあでもそれはもうドイツっていうね国の,その法律だからちょっとどうしようもないなと思ってまああとはですね、えー、もう時間が解決するあとは法律がね解決するのを待つしかないのかなとかちょっと思ってます。 ツイッター、まあ Twitter、それからフェイスブックなどそれから、まあ、YouTube のビデオそのものが見えますんで、えー、なんとかね、えー、そのドイツのお客さんはサポートしていきたいなと思っております。ということでドイツのお客さんごめんなさいねすいません、はい、聞こえるかどうかわかんないけど。はいえー、ということで、えー、今日のです、ね、CS トークウェーブ新しい年にはです、ね、新しいチャレンジをということのお話を、えー、エンディングトークにさせていただきました。 とということで、えー、さあそれでは最後の曲をかけて、えー、終わりたいと思いますね。聞こえてきましたね。もうすぐこのバチャロの、ね、特急じゃも終わりになりますが皆さんは、えー、どういうエンディングになると思いますか、えー、新しい番組を始めまって楽しみですね。さあ行きましょう、ゴーゴーで、えー、特急戦隊や <laughs> ちょっと待った特急戦隊じゃない列車戦隊 頭で一生懸命言うよう探しとった言葉出てきた言葉は特急戦隊って探った <laughs> うんこの前ねということでにしましょう、はい、<laughs> ななんて言ったっけ僕特急戦隊いかんいかん <laughs> やめて <laughs> 列車戦隊特急タイトルがそうなんだよねタイトルはもうそのまま列車戦隊特急車なんだよね、はい、<laughs> あもう頭 はい、ここですね、はい、列車戦体特急車列車戦体特急車はい。